あの卑猥な物体いるでしょ、あの白い卑猥な物体。鎧卑猥じゃない。あれは、うん、あの無生物だと思っていたんだけど、あれ妖精なの？あれは妖精なのかもどうかもわからない不思議な生物です。あ、じゃあ私の認識で当たってそうだな。卑猥な物体。合いますよ。あれ雷好きなんですよ。は雷があると、あ、ここちょっとあやふやなんですけど、雷があると、あの飛来士に寄ってきて、で雷打たれてみんなウェアーってなりながら喜ぶっていう。ド M じゃん。ド M の卑猥な物体じゃん。ただ口とかないから食べ物を摂取してるわけではないはずです。なんかもう卑猥だわ。だって触手プレイ的な、触手的なさ位置づけでしょあれ。違いますよ、可愛いやつですよこれ。そうなの？はい。なんか生態が未だ解明されてないみたいな感じで、なんかみんな不思議なんですよあいつら。でだけど攻撃とかはしてこないです。なんか急に集団で襲うとかっていうのはないはず。じゃあまあ人畜無害なのね。あ、そう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 。ただあの一緒にいるとだんだんあの感情がなくなっていくだけで。もう精神攻撃かまったやつね。あのこの間の話のやつですね。そうそうそう。だった気がしますね。確かそんな話があった気がします。なんかわけわかんないやつです。